体の痛みだったり歪みだったり毎日快適に過ごしていただくために何でもいいので相談していただければお役に立てると思います。筋肉は揉みほぐすよりも優しくこう揺らしてあげるぐらいの方が緩みやすいというのがありまして、まあ、優しく触れてその筋肉の緊張を緩ませるということが一番の目的でやっています。トリガーポイントっていうのは関連痛と言いまして、その痛いところじゃないところがポイントになる場合もあるんですね。凝りとかその高血あるいはその押してちょっと痛みのあるところを探していって、そこを緩めることでそこの場所ではないところが緩んでくるということもあるんで、効果的に筋肉を緩ませるということですかね。関節の可動が狭まっているためにその痛みが出たり凝りが出たりしますので、ソフトな感じでその関節の可動域を広げていくという。特に仙腸関節っていうのは上半身を支えている一番大事な関節なので歪みやすいんですね。でその周りの筋肉をこう張り具合とか凝り具合を見ながら調節をしてそのバランスを整えていくということですね。全体がもう凝り固まってて歩くのが結構辛い状態だったのが背中も今うんと楽です。体の痛みだったり歪みだったりこう抱えている方々が来た時に施術をして、ああ楽になったよっていうね、その笑顔ですね、それが一番自分の喜びですね。